冒頭、米国の国防受験法に関する第2回の日米実務者協議の開催について申し上げたいと思いますけれども、第2回の協議を2月2日に米国にて開催をいたします。同協議には日本側からは中東アフリカ局審議官をヘッドといたしまして、金融庁、財務省、そして経産省から関係各部がそれぞれ出席をするということになります。我が国はイランの核問題をめぐる懸念を国際社会と共有をしています。イランに圧力をかけ続けて国際社会との協調を進めていく考えであります。この基本的な立場を踏まえて、今般の実務者協議におきまして、第1回の実務者協議、これは1月18日、19日、東京でありましたけれども、に引き続いて、米国防受験法の運用についてですね、意見交換を行う予定でおります。前回の協議に引き続いて、米国防受験法の解釈、運用の詳細についてですね、引き続き協議をして、我が国の、イランとの原油取引、さらには非原油取引について説明をして、例外措置の適用も含めてですね、米側と議論していくということになろうかと思います。緊密にこれからも米国とですね、協議をしていく、そのプロセスの一環であるというふうに理解をしていただければというふうに思います。以上です。大臣、その例外措置の適用も含めてということですけれども、今回の協議で大臣としてはどこまでを目指していらっしゃいますか。今回の協議でですね、すべて結論が出るという簡単な話ではなかなかないのではないかという思いもございます。それはただ早ければ早い方がまとまるのは良いとは思います。ただ米国側もですね、実はまだその運用面、解釈面というのは明確にですね、なっていない側面もあります。まだこう走りながら考えているという側面がありますので、まさにそういったことも含めてですね、我が国として例外措置の適用も含めて、協議をするんですが、一種こう能動的な意見交換ということも含めてですね、これまでも申し上げてきましたけれども、やっていかなければいけないんじゃないかというふうに思います。各社さん、お願いします。産経新聞ですが、相手方は前回の同じグレーザーさんとアインフォンさんでよろしいですか。ちょっと今確認できませんけれど、先方はおそらくそうだろうと思います。はい。じゃあ、イラン情勢について改めて、その日本経済に与える影響として、少し中期的な見方をしてですね、どういう状況に陥るのが最も日本として影響が大きい、懸念をしているというふうにお考えでしょうか。それはですね、やはり平和的かつ外交的な問題解決が図られないケースですよね。いわゆる軍事オプションに至ったケースというのが、日本経済だけではなくてですね、世界経済に与える影響というのは当然あるだろうと、大きいだろうというふうに思います。ただその軍事オプションも様々な形がありうるということではないかと思います。原油に我々こう焦点が行きがちですが、他にこう非原油とか、あるいは原油以外の分野での影響というのを懸念をされているとかありますか。今回もですね、原油だけではなくて、それは原油というのは日本にとっては特にホルムズ海峡 85% はホルムズ海峡を通るわけでありまして、日本の場合ですね、大きいわけでありますけれども、非原油の方も対象になってますので、この非原油もですね、やはりしっかりとですね、協議をして影響を最小化していくという努力が必要だというふうに考えています。すいません、今回の協議で日本側として、例えば原油どのくらい減らすとか、その具体的な対応を示すという考えですか。まさに交渉協議でありますから、そこについて具体的に申し上げるのはですね、差し控えなければならないというふうに思っています。ただ
削減する方向であるということはこれまでも何回も繰り返し申し上げてきた通り、国際協調が大切であるというのが基本的立場であるということであります。よろしいでしょうか。はい、どうも。